次 A メロです。歌が入ります。前奏はこう食ってたんですけど、A メロが歌に入るとこう基本は前奏と一緒なんですけど、歌と合わせてこう弾くんで食わないんですっていう感じですね。でまあ A メロの最後はE7 になるんで。はそこまで6弦と、5弦とか6弦とその4弦を交互に弾いたんですけど、これ E7 になった途端にですね、これ3弦の1フレのポジションを弾かないと E7 にならないんで、そこをどっかで目立たせなきゃいけないんで。最初に弾いてもいいし。3弦弾かないとですね、どうなるかっていうと、なんとなく雰囲気でなんか E7 だなってわかるけど、目にソのシャープの音が鳴らないんで、なんかこうモヤモヤするんですよね。の方がはっきりと超3度の音が。